では変速量でエネルギー論文を実装すると題して発表させていただきます。自己紹介の森山って言います。もともと僕は中国国籍で途中で帰化して転校して日本人になってます。で仕事自体はあんまりそのプログラミングとかとデータ解析とは関係ない仕事についているんですけども、ちょっと趣味で、個人的に Python を始めていて、でその勢いでディープラーニングをやってるというところで、自然言語は結構好きでやってます。なんで何でしょう、結構なんかちゃんとした教育っていうか、なんか学術大学とかでやってるわけじゃないので、なんか結構間違いがあるかもしれないので、ぜひ何かありましたら懇親会にともちょっと注意いただければと思います。はい、でここは決まりですね。で、今日のアジェンダなんですけれども、まず実装する論文を発表して、で紹介します。でまずそれの核となるその知識とか技術整理をします。でその次にも TensorFlow の実装とあと評価の話をさせていただきます。で、今日今回実装したい論文といいますか、対象の論文はリカレントハイウェイネットワークスという NLP の論文で、言語モデルを作るっていう論文になってます。でこれはちょっと最近はまだその塗り替えられたんですけど、昨年の段階で結構一番性能が良かったという論文です。で内容としてはリカレントそもそもの、 リカレントニューラルネットワークというものがあって、でそれが公害消失、もしくは爆発という問題がありました。でそれに対してちょっとこの論文とは別の論文で、そのハイウェイネットワークスという仕組みをそのリカレントニューラルネットワークに導入したという話になります。で直接実装とは関係ないんですけれども、その勾配の消失問題に対して、ゲルシュゴリンの定理というものを使ってなんか説明をしていたんですね。なんかあんまりその解析とはそのコードではなくて、その理論の解析をこの定理を使って説明しています。でさらに、変分ドロップアウトというものを使って実装することで、さっきお話し していたの昨年12月の段階でもステートオブジェアートのを記録していました。でこの論文のキー要素としてはこの4つあるかなと思っていて、まずそのリカレントニューラルネットワークの勾配問題と、あとハイウェイネットワークスで、ゲシュゴリン定理と変分ドロップアウトで、この4つを整理すれば多分実装できるかなと思います。でまずその勾配消失を簡単にお話しすると、なんかリカレントニューラルネットワークってこういうふうになっているかなと思っていて、その入力中間層出力層みたいな感じで、その中間層がその時系列にどんどん伝播していくんですけれども、で順伝播は別に特に問題ないですけど、その逆伝播で誤差を計算するときに、例えばここの誤差をやるためには、ここのやつを逆伝播してて、またここ来て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 でやっと戻ってくるんで、すごいその計算というか、その掛け算の回数がすごく多くなるんですね。でその時にその勾配の値によっては、なんか例えば大きい値をたくさん掛け合わせると、もう無限に大きくなっていくし、小さい値だともうみんなゼロに収束するっていう問題がありました。でただこれは別にそのリカレントに限らず、中間層がたくさんあるネットワークにみんな共通する問題っていうこともあります。でこれに対して一般的にはその勾配問題に対しては LSTM とかRGRUとかと呼ばれる仕組みが結構聞かれることかなと思っています。でそれでその勾配の値を結構一定に制限することができるんですけれども、ただその極度にその深いネットワークの場合ですと、やっぱりその LSTM とかは計算量だったり、あとのネットワークの表現力だったりとか、そういったところで問題はまだ抱えているというところがあります。でこれに対して、ハイウェイネットワークスというものが提唱されています。ごめんなさい、ちょっと前例として、ハイウェイネットワークスは別にそのリカレントのためじゃなくて、これはただ非常に深いネットワーク、中間層を持つネットワークを学習するために、導入された手法です。で、ちょっと後でまだ説明するんですけど、その線形変換された入力をどれだけ出力させるか、中間層の、ファクターをどれだけ反映させるかというものを制御するという概念になっています。で、これによって、サイファー100というその画像のデータセットの、確か CNN のネットワークでも900層ぐらいのネットワークを作ってもちゃんとこれが学習できたっていうことだったらしいです。で、どういう話かと言いますと、
まあ、例えば中間層に対して、さっき話したのが、その宣言変換された入力をどれだけ出力させるかという話なんですけど、でこれは主に2つ要素があって、まずここは一般的なその中間層ですよね。宣言関数であと重みかける入力データでかけプラスバイアスという形で、これが宣言変換された一般の入力に対して、もう一個その数値を掛け算をします。でこれが宣言変換された入力をどれだけ通すのか、例えばこの値が1に近づくと、宣言変換された入力を全部出すっていう話になります。でもう一個横のこちらの方では、元の入力でこれは X のままで、 X の元の入力をどれだけ通すのかっていう形をやります。で一般的にその、宣言変換された入力と元の入力っていうのは、まあ、足して1になるように調整されています。なんで例えば元の入力が大きくて宣言変換された入力が小さいと、これはこの中間層はほぼ機能していなくて、入ったものはそのまま出ていく、何も変化されずに出ていく。で逆に、こっちが小さい、元のこっちの方の小さいと、宣言変換された入力は全部通るっていう、要するにこのネット、この中間層はちゃんとその機能しているっていうことをやってます。なんでこれをたくさん積み合わせることによって、何でしょう、こう層自体が多くなったとしても、その仕事をする層と仕事をしない中間層みたいな形で分けることができるので、まあ、深くなっても、まあ、一応学習できるという考え方になっています。でこのリカレントニューハイウェイネットワークスも実はもうこの仕組みが一番ベースの仕組みになっています。でエシュゴリの定理という話なんですけれども、でこっちは、ニューラルネットワークとその勾配消失の問題をで基本的に今までも実験的にやっていたんですけど、それをちゃんとその何でしょう、こう説明するとか計算する論理っていうのはあんまりなかったのかなと思います。でこの論文では、この、勾配の消失問題に関してはその、薬味行列の、まあ、固有値解析でスペクトル半径を計算して、その大きさによって、分散する、爆発するのか、それとももしくはゼロに収束していくのかっていう観点をで解析しています。ただちょっとこれの詳細なんですけど、自分もすごい苦労したんですけど、この概念ですごく難しくて、ちょっと線形代数の結構深いところまで行くので、ちょっとここは割愛させていただきます。まあ概要としてはさっき様お話しした通りになってます。でこれ自体はあくまでもその解析的な話なので、実装にはそこまで関係ないです。なぜうまくいくのかを、この定理を使って解説したという話になっています。で、もう一つその変分ドロップアウトというところで、これ自体はこの論文の中では詳細には紹介されていなくて、ただこんな手法を使ってますよってくらいしか書いてないです。ただこれが結構その直近 その自然言語処理で結構何でしょう、すごい影響を及ぼしているという考え方で、まあ、名前の通りそのドロップアウトという手法をリカレントニューラルネットワークに導入します。でただ実はリカレントニューラルネットワークの中にその普通のニューラルネットワークと同じ要領でその ランダムでその学習するノードと学習しないノードっていうふうに入れちゃうと、すごい何でしょう、こう論文の表現だとノイズになるっていう形、要するにそれを入れると逆に精度が下がってしまうっていう問題があったんですね。でそれに対してこの変分ドロップアウトっていうちょっと複雑な処理を入れることによって、そのリカレントニューラルネットワーク内でも、まあ、そのドロップアウトというものをちゃんと機能させることができていますと。でこれによって、この論文の前でその普通の LSTM プラスの変分ドロップアウトの手法で、この前ではこのリカレントハイウェイネットワークスの前ではそのステートオブジアートを出していたと思います。で今回はこれを応用してさらにいい値を出したっていうのがこのリカレントハイウェイネットワークスになっています。で、さて基本的な技術の整理が終わったので、いよいよ実装の話なんですけど、で今回は作るのは言語モデルです。で言語モデルに対してはTensorFlowであらかじめ、そのサンプルコードの PTB っていうその言語モデルのサンプルコードがあります。でそれを拡張して、
リカレントハイウェイネットワークス、LSTM のセールとかからそのリカレントハイウェイネットワークスの処理を、入れます。で、センターナビゲーションは、まず学習データを、前処理したデータを用意します。で、その次にハイウェイネットワークスの処理 を入れます。リカレントニューラルネットワークを継承してハイウェイネットワークスの処理を入れます。で、その次に、ドロップアウトの実装をして、で最後に、最後と言いますか、各種 の, そのハイパーパラメーターというのは論文の中に全部書かれているので、それをそのまま参照して使います。で、ここからなんですけど、実はすみません、スクラッチで今コード書いてるんですけど、全然、昨晩の段階で全然間に合っていなくて、なので、ちょっとすでに公開されているオープンソースのコードを元にしてお話しさせていただきます。で、GitHub に、そのコードが上がっているので、それを使います。でどこで苦労したかっていうと、実はこの3番目のハイウェイネットワークスの処理っていうのは結構簡単に書けちゃいます。TensorFlow で大体20行ぐらい追加して書けば書けるんですけど、このドロップアウトのところの処理が結構複雑で、なんでしょう、なんとなく分かるんですけど、これ実装を見たらなんかこれ何書いてあるんだろうっていうところで、ちょっとここは分かりづらくて、ここに結構時間をかけました。なので、はい、ちょっとオープンソースのコードを使って実験しています。で、あとその TensorFlow で苦労したところなんですけど、こういったところも相まって一度実装が全然間に合わなくて、具体的には自分が一番苦労したのは3つあって、そのウェブ上の TensorFlow のサンプルコードで基本的に動かなかったりするんですよね。で、何かっていうと、そのバージョンごとの保護互換性のないものがかなり多くて、で、あとはなんか例えばそのリカレントニューラルネットワークのそのモジュールがなんか場所がコロコロ変わったりとか、あとはなんか記述の仕方とかが結構コロコロ変わったりして、基本動かなかったです。で、あとはその TensorFlow、これはライブラリの要因ですけど、なんかこう例外メッセージが結構動かなくなった時の例外メッセージが結構分かりづらくて、これどこ直せばいいのかみたいなところが結構慣れるまで大変でした。あとはその名前空間とかプロパティ参照とか、なんかそういう概念がすごい使われていて、これ自体はその TensorFlow の強みでもあるんですけど、なかなかちょっとそこら辺慣れてないと、すごい個人的にはなんか難しかったです。はい。で、以降はもう全部その、GitHub の上がってるコードをベースにしてお話しします。で、学習データに関しては、さっきお話しした通り、TensorFlow のデータを、サンプルコードのデータを使います。で、学習するコーパスはペンズリバンクっていうその自然言語処理界では結構エフェニストみたいな存在 の, そのデータセットがありますので、それを使ってやります。で、大体学習データ、テストデータ、評価データはこんなボリュームになっています。で、ちゃんとその学習のため の, そのイテレーターとかもサンプルコードでは全部用意されているので、それをそのまま使います。で、ハイウェイネットワークの処理に関しては、実は結構複雑な論文ですけど、書こうとすると20秒ぐらいでささっと書けちゃいます。さっきの式をそのまま実装した形ですね。ただ実装するときに1層目の入力はなんか外部入力にするとか、そういったコツがあります。で、ドロップアウトに関してはこの論文の中ではちょっと詳細記事はなかったんですけど、詳細の解説ではなかったんですけど、詳細のところに関してはこの M ドロップアウトの論文を参照すれば見れるかなと思います。で、最後に評価です。で、結論、論文とほぼ同じスコアを出すことができています。で、論文に関してはパープレキシティというのが 65.4 だったんですけど、ここでは 65.516 と、ほぼ同じデータが再現できるので、論文のパラメータ通りに書けばちゃんとコードが動くと思います。一応環境はこんな感じでやってるんですけど、GTX1080 を使えば大体1日ちょいで計算できるかなと思います。で、最後にまとめなんですけど、実装面においては、実は今までチェーナーで少し書いていて、で、TensorFlow とも同じ要領でいけるかなと思ったんですけど、結構敷居が高くてあんまり慣れるまで時間がかかるかなと思いました。で、あとはその画像領域でそのガンとかがすごい注目されてるんですけど、自然言語処理でもさっき話したように、そのドロップアウトとか最近結構その盛り上がってる技術があったりしています。で、これは個人的なんですけど、もうちょっとそのドロップアウトを掘り下げて次やりたいなと思っています。
以上です。ありがとうございます。